ツイステッドワンダーランド。また赤いか先生に怒られた。なえる。この契約の達成条件は、3日後の日没までにサンゴの海にあるアトランティカ記念博物館からとある写真を奪ってくること。俺たちに美術品を盗んでこいっていうのか。いいえ、美術品ではありません。奪ってきてほしいのは10年前撮影されたリエーレ王子の来館記念写真です。王子の記念写真。博物館の入り口近くに飾ってあるもので、歴史的価値など一切ない、ただの写真パネルです。拝借したところで大事になったりしません。じゃあなんでそんなことをさせるんだぞ。それなりに難題でないと勝負にならないでしょう。あまり簡単な条件では僕が損をするばかりですからね。こちとら慈善事業じゃないんですよ。アトランティカ記念博物館はサンゴの海の国宝である銀の紙すきや重要文化財人魚姫のコルクオープナーなどが20個も収蔵されていることで有名な観光名所です。海底で一粒の砂金を探すような話ではありません。そういえば俺たちもエレメンタリースクールの遠足で行ったっけ。ちょっと待てよ、サンゴの海って国は国自体が海の底にあるはずだろう。エラもヒレもない俺たちには滞在することすら難しい。こっちの条件が厳しすぎるんじゃねえのか。そうだそうだ、俺様水の中じゃ息ができねえんだぞ。その難問を自分で乗り越えてこそでしょうと言いたいところですが、ご安心ください。君たちには水の中で呼吸が可能になるこちらの魔法薬を差し上げます。海の魔女も人間に恋した哀れな人魚姫に陸を歩ける足をつけてあげたそうですから。大切なのは慈悲の心ですよ。さあどうします、僕と取引し契約書にサインしますか。僕も暇ではないんです。早く決めてください。さあさあ。いいでしょう、ではこの契約書にサインを。確かに頂戴しました。これで契約は完了です。3日後の日没までにアトランティカ記念博物館から写真を奪い僕の元へ戻ってくることができれば、僕のしもべである225名のイソギンチャクたちの自由を約束しましょう。でももし奪ってこられなければ、オンボロ寮は僕のもの、そしてあなたもまとめて僕のしもべになってもらいます。ジェイド、フロイド、お客様のお見送りを。3日後を楽しみにしていますよ。ほう、ここがオンボロ寮。中には初めて入りましたが、なかなか趣のある作りですね。学校からも近いですし、モストロラウンジの2号店にぴったりの立地です。ここ、ゴーストが住んでるんでしょ？
面白そうでいいな。で、おめえらはなんでここまでついてきてるんだぞ。だってこの量を担保にアズールと契約したじゃん。ほら、あなたは他の皆さんと違い、契約時に能力を預けていただくことができませんでしたから、代わりにこの量を没収させていただきます。にゃに、お約束を果たしていただくまでこの量は一時的にアズールのもの。したがってお二人には直ちに退去していただかなくてはなりません。身支度を整えるくらいの時間はあげるからさ。正式にここがアズールのものになった際は、私物はすべて廃棄させていただきます。そのつもりで身支度なさってくださいね。大丈夫だって。3日後の日没までに写真を持ってこられたら全部返してあげるからさ。ツナ缶は全部持っていかないと。お二人とも準備はよろしいですか。じゃあね、小エビちゃんとアザラシちゃん達者で。ああ、もし宿にお困りでしたらご相談ください。オクタビネル寮のゲストルームは1泊1万マドルからリザーブ可能ですので。ちょっと待て、アザラシって、今のアザラシって俺様のことか。今日からこの寒空の下野宿か、辛いんだぞ。おーい、監督生グリム、お前たちもしかして助けに来てくれたんだぞ。グリムはともかく、監督生が宿なしになるのは、まあ俺たちにも原因はあるし、野宿して風邪でもひかれると目覚めが悪いっつうか。おめえほんと素直じゃねえな。ローズハート寮長に話はつけてる。僕たち1年生の4人部屋でいいなら雨風をしのげる場所は提供できるぞ。お前ら4人部屋にさらに1人と1匹を押し込めるつもりか。パーツラビルに空き部屋はねえのかよ。うちの寮は退学者も留年者もいないから常に満員状態なんだ。ならサバナクロー寮に来るか。アズールとの交渉についていってやると偉そうに言っておいて、結局何もできなかったからな。マジフト大会の時の借りもあるし、レオナ先輩たちも断りはしないだろう。ほう、へえ、ジャック君って実は優しいんだ。意外な一面なんだぞ。勘違いするなよ。次のテストのために
監督生にはアズールとの勝負に勝ってもらわないと困るだけだ。はいはい、そういうことにしときましょ。ジャックの提案の方が監督生たちもしっかり休めそうだしな。うちの寮だと床に寝るか俺かデュースのベッドで一緒に寝るかになっちゃうしね。あ、もしかしてそっちの方がいい？じゃあさっさと寮に戻るぞ。もう12時近いじゃないか。んじゃ、また明日な。おやすみ。却下だ。そんな即答しなくても。うちの寮はペットの持ち込みも禁止してる。毛が落ちるから。嘘つき！お前らの方が俺様よりよほど毛がふさふさしてるじゃねえか。それはそれ、これはこれっす。大体な、空き部屋の掃除なんか何ヶ月もしてねえし、寮生どものガラクタ置き場になってんだろ。2匹もどこに置いとくつもりだ。お、そうだ、こいつらレオナさんの部屋に置いとけばいいじゃないっすか。はあ？おいラギー、言葉は慎重に選べよ。口を縫い合わされたいのか。だってレオナさんは部屋に召使いがいるのとか慣れっこでしょ。宿代代わりに身の回りのお世話は全部そいつらにやらせればウィンウィンじゃないっすか。グルルルラギてめえ。いやー、俺まだ両対抗マジフト大会の時の傷が癒えきってないんすよね。魔法薬を飲んでまで魔法使ったからか、ハードワークはしんどくて。何せレオナさんのために命張っちゃいましたから。こいつらがレオナさんのお世話を手伝ってくれれば治りも早くなる気がするな。小賢しい野郎だな、てめえは。やだな、嘘じゃないっすよ。だが、そう簡単に俺のそばに置いといてやるわけにはいかねえな。おい、てめえら、ちっと来い。はい、お呼びですか、領長。あ、てめえら、マジフト大会前にサバナクローにスパイしに来てた奴らじゃねえか。逃した獲物が自分で帰ってきた。うちの寮生と勝負しよう。勝ったら駒使いとして置いてやってもらう。たった3日とはいえ、サバナクローにか弱いお荷物を置いとくつもりはねえんでな。僕を呼んだな。いいぜ。邪魔してやる。やる気。そろそろ。
いい調子だ。わかった。いいぞ。贈り物を授けよう。しぶってえな。思い知る。くらえ。面白い。俺に勝てると思ったの。てめえら、草食動物にあっさり負けるって。俺の顔に泥を塗ってんじゃねえよ。キャン！すんません！約束は約束なんだぞ。3日間寝泊まりさせろ。少しでも騒がしくしやがったら、3日経ってなくても即座に外に放り出せ。分かった。とりあえず野宿は免れたんだぞ。じゃジャック君は余ってる布団をレオナさんの部屋に運んでやって。了解っす。ラッキー、これで3日間は俺の雑用が減るっすね。ったくあの野郎、聞こえてんだよ。後で覚悟しとけ。ほら、草食動物どもついてこい。ちんたらすんな。おー、なんかワイルドな男の部屋って感じなんだぞ。ちょろちょろすんじゃねえよ。さて、俺はもう寝るが、俺の眠りを妨げて平たく伸ばして食ってやるからな。さ、3秒で寝たんだぞ。いいっす、はよっす。レオナさん、起きてください。君とグリム君もさっさと起きて顔洗うっす。ん、もう朝って、まだ6時なんだぞ。サバナク老寮はマジフトの朝練があるっすよ。君たちもこの寮に来たからには参加してもらうっす。こないだのマジフト大会以降始めたんすよ。うるせえな。レオナさん、ほら、二度寝しないでください。ラギーのやつ、
子分のくせに親分の足掴んでベッドから雑に引きずり出してるんだぞ。おう、お前らも朝練に参加すんのか。もっと寝てたかったけど、ラギーに連れてこられたんだぞ。せっかくだし、今日は軽くゲームでもしますか。一年棒を揉んでやるっせ。立ってるだけだと寝ちまいそうだ。さっさと始めようぜ。朝一で体を動かすの、思ってたより気持ちがいいんだぞ。だろ？俺はさらに1時間早く起きてジョギングもしてる。それはやりすぎな気がするんだぞ。サバナクロウ寮はもう来年の寮対抗マジフト大会に向けて特訓を始めてるってことか。強力なライバルになりそうなんだぞ。ああ、そっか。あんたらはまだ知らないんすね。寮対抗マジフト大会よりももっと大規模なやつが毎年5月にあるんすよ。ん？あれよりもでかい規模の大会があんのか？学園対抗戦だ。名前の通り、他の学校と戦うマジフト大会っすね。うちの学校は毎年ロイヤルソードアカデミーと戦う。
聞いたことある名前なんだぞ。ツイステッドワンダーランドにはいくつか魔法師養成学校があるんすけど、その中でもナイトレイブンカレッジとロイヤルソードアカデミーは2大魔法学校って呼ばれるくらい名門なんせ。ロイヤルソードアカデミーってどんな学校なんだぞ。ギザったらしい朝男ばっかりのお坊ちゃま学校だ。そうそう、校舎も制服もやたらキラキラしててダサいし、白い制服なんて汚れ目立ちまくりじゃないっすか。いくら名門といえど、あっちの学校には頼まれたって通いたくないっす。でも確か学園対抗マジフト大会ってナイトレイブンカレッジが100年間負け越してるんですよね。それはまだ負け越しは99回っす。今年は100年目の正直で絶対勝ってやるんすから。俺がテレビで学園対抗戦を見て感じたのは、ロイヤルソードアカデミーの奴らは個々の選手のプレイも光ってたが、それよりチームの連携技が見事って感じだったな。待てよ、学園対抗ってことはサバナクロー寮だけじゃなくて他の寮もロイヤルソードアカデミーと戦うのか。そうだ、各寮からの選抜選手が学園代表としてチームを組む。去年はポジション決めで揉めて試合前に乱闘騒ぎになった。そうこなくちゃ。やっぱ欲しいポジションは力で奪い取ってこそなんだぞ。俺様も絶対に学園代表に選ばれてみせるんだぞ。選抜選手になって力を見せつけるためにも、やはり日頃から鍛錬は欠かせないってことだな。学園対抗戦は寮対抗戦よりテレビ放映も視聴率高いし、いいとこに就職できるチャンスなんすよ。どうやって他人を蹴落として選抜選手の座を手に入れるか、今からよく考えておくことだな。